V-22 オスプレイ、キアサージから発艦した海兵隊所属のメガボルト -22V-22 22はアメリカ合衆国のベルヘリコプター社とボーイングバートル社が共同で開発した航空機である。愛称はオスプレイ。高めの猛禽類の一種であるミサゴを意味する。ティルトローター機であり、ヘリコプターと同様に垂直離着陸能力を持ちながら それを上回る高い高属性や速度能力を有する。回転に軸の角度を変更するティルトローター方式を採用することで飛行中でも固定翼機とヘリコプターの特性を切り替え可能な垂直離着陸機である。従来方式のヘリコプターに比べ高速かつ高続距離に勝る特性がある。FAA においてはパワードリフト機に分類されている。 1980年代初頭より開発が開始され、技術的困難や冷戦の終結に伴う予算の削減などで開発。量産及び配備計画は当初の予定より大幅に遅延したものの、2000年代よりアメリカ海兵隊をはじめとして海軍や空軍へも配備が始まっており、2013年からはアメリカ合衆国大統領随行要員の搭乗機としても運用されている。 アメリカ海兵隊においては、中型輸送機として CH-46 の後継機材として導入された。その能力は、速度約2倍、航続距離約5.6倍、行動半径4倍、輸送兵員数2倍、飛行高度約3.5倍、物資積載量約3倍となっている。アメリカ軍以外では、陸上自衛隊が2020年により、 部隊配備を開始しているほか、また、インドネシアへの売却報道が出ている。ヘリコプターは、垂直離着陸、ホバリング、超低空での地形追従飛行ができるが、速度が遅く航続距離も短い欠点がある。対して、通常の固定翼機は、高速移動や航続距離の面では、優れているものの、離着陸のために2000から3000メートル以上の滑走路が必須な上、 垂直離着陸もホバリングも超低空での地形追従飛行もできなかった。もしヘリコプターの利点である垂直離着陸、ホバリング、超低空での地形追従飛行をこなしつつ、通常の固定翼機のように高速移動かつ長い、航続距離が可能ならば、戦略上非常に有用なことであるため、アメリカ軍は第二次世界大戦直後から両者の利点を合わせ持つ。 航空機を求め研究を開始した。XV-3V-22 の2台前に当たる実験機 XV-3 はアメリカ陸軍空軍共同で進めていた転換式航空機計画にベベル社が加わって開発された。ベル社では1940年代からティルトローター方式の航空機を研究しており、この成果が3つの設計案となって提示され、 このうちの一案が採用されて開発が進められた。1955年8月11日に XV-3 は初めてホバリングを行い、1956年7月11日にプロップローターを傾けての飛行に成功した。XV-3 のエンジンは胴体の中に搭載されており、ドライブシャフトを介してプロップローターを駆動するようになっていた。 XV-3 は、計250回以上の合計125時間の飛行を行い、最大高度3570メートル、最大水平飛行速度115キロトンを記録した。本機は操縦性が悪く、固定翼モードでの起動を行うと、プロップローターが激しい負、ラッピングを起こすなど、直ちに実用化できる状況ではなかった。 XV-15XV-3 での研究は結局実機の生産へと結びつかなかったが1971年にアメリカ陸軍と NASA が共同で垂直及び短距離離着陸機研究によってティルトローター機の研究を開始しベーベル社ではティルトローター式のモデル300開発案を提示して採用され 1973年4月には、それに若干改良を加えた、モデル301が、ティルトローター研究機という名称となって、XV-15 の製造計画が決定された。XV-15 は、1977年5月3日に、初めてホバリングに成功し、1979年5月5日には、エンジンとローターを前方に5度だけ傾けての飛行に、 成功した。1979年7月24日には完全に前方の水平方向に傾けての飛行に成功した。1980年代に描かれたコンセプト図1981年12月にアレクサンダー・ヘイグ国務長官から国防総省が4軍が使用する航空機を開発すると発表され。 1982年12月には先進の垂直離着陸可能な航空機とする統合軍運用要求として提示された。これに基づいて4軍共同の統合垂直離着陸研究という名称の計画で新型機の開発が始められた。JVX はヘリコプターの特性と固定翼機の性能を持ち合わせる航空機の開発計画であり、 ティルトローターである必要はなかったが、当時はティルトローター以外の選択肢は現実的ではなかった。当初は陸軍を中心とした計画であったが、後に4軍の要求を統合し海軍の主導で進めることとなった。1982年12月に初期設計のための提案要求が提示され、アエロスパシアル、ベル、ボーイング、バートル、グラマン、ロッキード、 ウエストランドが関心を示した。ティルトローターの実験機を以前にも開発していたベルト、CH-47 などの大型ヘリを開発していたボーイングバートルがパートナーシップを結び、1983年2月23日、ベル XV-15 をベースとする設計案を海軍に提出した。ベルボーイング以外に設計案を提出する企業はなく、 1983年4月25日、海軍はベルボーイングと JVX の設計などに関する契約を締結することを発表した。1985年1月には JVX で開発する機体の名称が V-22 オスプレイと正式に決定され、米海兵隊向けをメガボルト -22、米空軍向けを CV-22 とした。 航空母艦との重複を避けたため、本来の用途とは名称が反対となっている。1986年5月2日には全規模開発が認められ、6機のメガボルト -22 試作機が製造されることとなった。開発は電子機器や胴体部分をボーイングバートルがナセルや駆動系を含む主翼部分と尾翼部分をベルが担当した。1三六号機がベル、 2.45号機がボーイングバートルで組み立てられることとなった。初飛行は1989年3月19日であった。当初は1988年に初飛行を行い、1991年頃に量産型の引き渡しが予定されていたが、SDI 計画や先進戦術戦闘機計画などに比べ優先度が低く、予算の削減が行われた影響で計画が遅れた。 1989年12月には国防長官であったリック・チェーニーが予算削減の一環として開発の中止を発表するがその後の審査の結果計画は続行されることとなったその後何度か計画の中断が予定されたが結局中止となることはなかった試作機段階では2回の重大な航空事故もあったが技術的問題はほとんど解決されたとの結論に 至っており、V-22 は1994年に量産が認められた。軽量化や製造の効率化などの製造費用の削減を含む再設計が行われ、1995年量産試作機が4機製造された。最初の7号機の初飛行は1997年2月5日に行われた。 1997年4月には定率初期生産が承認され、まず5機の生産が決定し、2000年度までにさらに25機の生産が認められた。1999年4月には量産初号機が初飛行し、2000年までには環状運用試験などが実施され、空軍仕様の CV-22B もエンド7号機と9号機を回収して試作試験が開始された。 翼端のエンジンとプロップローターや間作戦中に給油している v 2 0の大きな3枚のプロップローターと呼ばれる回転翼がエンジンとともに固定主翼の両端に備わっている。このプロップローターを駆動するターボシャフトエンジンは減速ギアや補機などとともにエンジンナセル内に収められ固定翼の両端に取り付けられている。 このポット状のエンジンナセルとプロップローターは一体となって固定翼内端部の転換アクチュエーターの油圧機構によって前方から髪型へ向きを変更できる。この全体がティルトローターシステムと呼ばれる。左右の転換アクチュエーターは左右ともに角度が同調するようになっている。転換アクチュエーターによる角度変更は毎秒8度で動くため、 90度の変更には11秒程度かかる。左右のエンジンは、片発停止となってもすぐには、機体が墜落しないように、左右の駆動出力軸が、固定主翼内部のクロスシャフトで連結されており、左右のプロップローターを駆動させることができる。一機だけでの飛行時には、エンジンの最大定格出力 4586kW であるところを、 短時間ながら緊急時最大出力 5093kW を得ることができる。エンジン吸気口には e スが、排気口には IR サプレッサーが備わっている。直径 11.61m のプロップローターの3枚のブレードは、ブレード長が 4.90m、翼弦長は、付け根部で 87.1cm、先端部で 66.9cm であり、 42度のひねり下げがついている。この回転翼は長いために地上に降着した状態でローターを前方に向けて回転させるとブレード先端が地面に接触してしまうので保守点検時のような特定の状態を除けば地上で固定翼モードの角度までティルトすることは避け約45度で固定する。グロップローターはピッチ可変式のハブを持つ。グロップローターは 左右に互いに逆回転するため、カウンタートルクを打ち消し合うようになっている。地上中機時や輸送時での占有スペースを小さくするために、ローターのハブが低位置に止まり、ブレードが自動で折りたためるようになっている。同様の機能を持つ他のヘリコプターと異なり、左右の3枚のブレードのうちの各2枚のブレードは、ハブより少し離れた位置で折れ曲がる折りたたみ機構を持っているが、 残り角1枚のブレードは折りたたみ機構を持っていない。つまり、折りたたみ可能な2枚のブレードは、折りたたみ不可な1枚に沿うよう折りたたまれる。固定翼モードで飛行する、V-22 固定翼機での主翼に相当する、高翼配置の固定主翼は、わずかな上、エりズのと幾分全身翼である点を除けば、単純な矩形翼であり、 地上中基地の占有スペースを小さくするために、中央取付部を中心に、右方向へ90度回転するようになっている。ブレードを内側に折りたたみ、ナセルも水平に倒した状態で右に90度回転するため、ローター半径などをそのまま加えた、通常の幅25.78メートル、長さ17.48メートル、高さ6.73メートルから、幅5.77メートル、 長さ19.20メートル、高さ5.56メートルにまで小さくできる。主翼後端部には内外に2分割された広いフラッペロンが付いており、固定翼モードでの操縦翼面として機能すると同時にヘリコプターモードでは垂直下方へ大きく折れ曲がることで固定翼の面積を減じるようになっている。固定主翼内部には片側に4個に分かれた。 燃料タンクが収められており、そこにクロスシャフトやドガーブ用のリンク、それに配管類が走っている。尾翼はテールブームの先に1枚の水平尾翼と、その左右に2枚の垂直尾翼が H 型に取り付けられており、それぞれには水平安定板と垂直安定板の後端部に動翼として昇降だと方向だが取り付けられている。固有の燃料タンクは、 主翼内に左右各4個と膠着装置のあるスポンソン全部に左右各1個の計10個のタンクがある。さらに主翼内の一番外側にフィードタンクと呼ばれるエンジンに燃料を送るためのタンクがあり、これを加えると総容量は6513リットルになる。これらは自己暴露対策が施されており、12.7ミ、mm、リメートルの鉄鋼弾の貫通までは、 燃料漏れを起こさない。また、キャビン内に任意補助タンクを搭載することで搭載燃料を増やすことができる。空中で燃料を捨てる必要が生じれば、右主脚部のベント口から毎分303リットルの割合で空中投棄できる。降着装置は前足式の三脚すべてが二輪横並びのタイヤを持ち、油圧による完全引っ込め式になっている。 左右に角75度まで走行できる前足は後方へたたんで格納され、胴体左右2本の主脚は前方へたたんでスポンソン内に格納される。油圧が失われれば窒素ボトルによって19、3M パスカルの空気圧で足下げを行う。各脚中には通常動機で秒速3.7メートル EC まで交換修理を需要する前提でのクラッシュランディング時には、 秒速7.3メートル EC までの着地衝撃から機体を守る衝撃干渉装置が組み込まれている。グラスコックピット化された操縦席左側席、グラスコックピットが採用されているが、一部の機体においては予備姿勢指示器などにアナログ式の計器が用いられている。操縦席の計器類は各正面に 15.2X15.2 センチメートルの カラー液晶による多機能表示装置が左右に並んで2枚配置されている。中央パネルには、正面左に MFD より小型の単色液晶画面の予備、飛行表示装置が、正面右にアナログ式の予備姿勢指示器、予備待機速度計及び予備気圧高度計の組み合わせ、またはカラー液晶画面の予備景気のいずれかが配置されている。中央パネルの下部三分の二以上には、 15.2x20.3cm の横長、単色液晶による、アイクス、整備表示画面一つと多数の操作キーが並んでいる。角2面の MFD には、機体姿勢や、飛行所元といった一時飛行表示や、後方情報、センサー画像情報、搭載システム情報が自由に表示できる。後方装置としては、軽量管性後方装置、アン。 アーン -147 全方位無線標識、軽機着陸装置、マーカービーコン装置、OA-8697、アーク VHF、UHF 自動方位測定装置、VHFFM ホーミングモジュール、アン、アップン -194 電波高度計、アン、アップン -153 戦術広報装置、小型航空機搭載全地球測位システムが備わっている。 ローウィンズは30の冗長性を備え、加速度、速度、位置、高度、時方位、マカタイについての情報を得る。核軍共通の装備として、下方全方位へ指向できる、赤外線センサとして、アン、オクマイナ十2 7イモジングシステムを備える。このマワーは、機士仮面に搭載される。米海軍型と米空軍型は、 地形追随及び地形回避機能を持つアン・アプック -174 レーダーを備える。米空軍では低高度での地形追随機能を高めたアン・アプック -186 レーダーの搭載も進めている。レーダーは機種部左に搭載される。アビオニクスが充実しているため従来のヘリコプターよりも配線類が多く、整備側には負担がかかるという。機長席は ヘリコプターと同じく右座席である。飛行操縦システムは、自動飛行操縦システムを含む30のデジタル式、フライバイワイヤーによって構成されている。アフックスは、ピッチ安定、ロール安定、要安定、機種法維持自動旋回調整、昇降速度補正といった機能を有している。フライバイワイヤーを採用してもバックアップ用として、油圧やワイヤーなど、 機械的なリンクを有する航空機もあるが、V-22 では特殊な操縦特性を実現するため予備系もフライバイワイヤーとなっている。主にピッチとロールの操作を行う。サイクリック操縦管は両足の間に位置しており右手で操作する。要操作は足先左右のラダーペダルで行う。クロップローターの水力の調整は水力制御レバーで行う。 通常のヘリコプターにあるコレクティブピッチレバーと異なり TCL は固定翼機のスロットルレバーと同様に前方に動かすと推力が増加し後方に動かすと推力が減少するエンジンナセルの角度調整は TCL のグリップ内側の回転式ノブ、ナセル制御スイッチで制御する並列複座式の固定翼機ではスロットルレバーは 機体中央にあるため機長は右手、副操縦士は左手で操作するが、V-22 では両座席の左側に TCL が設置されているため、両操縦士の操作は足と右手でそうだ、左手で出力調整となる。操縦翼面はピッチ可変式、クロップローターとフラッペロン、エレベータ、ー、ラダーが存在する。フラッペロンはロール操縦時にはエルロンとして機能し、 揚力が必要な場合には高揚力装置のフラップとして機能する。エレベータとラダーは通常の固定翼機と同じ機能を果たす。輸送機であるためミサイルやロケット弾などは搭載しないが、後部ランプの左脇に重火を設置できるほか、自衛用として以下の装備が用意されている。 IDW スガンシップ化計画ハイドラ70、ロケット弾や核式揮銃などを装備してガンシップ化することも検討されており、すでに実証試験が行われているという空中給油の様子戦闘捜索救難や特殊作戦用として隊員の降下や回収に利用できるホイストをキャビンの後部隔壁直前の天井部に設置できる長さ76.2メートルのワイヤーで 最大 272kg まで吊り下げられ、停止から最大秒速1.14メートル石入での上下、無段階の速度制御が行える。ホイストは銃座の上部にあるため同時使用はできない。膠着装置や燃料タンクが機体底部のスポンソンに、主翼構造全体が機体の最上部に位置しており、機内は最前部の操縦室に続いて左右に分かれた。 電子装置収容区画と通路があり、その後ろに貨物室、客室となるキャビンがある。乗降は、キャビン右側前方の乗降口と最後部の貨物扉から行える。貨物室は非用圧である。当初は NBC 防護が要求されていたが、初期の運用テストにおいて機密シールに多大な問題が発生し、キャビンの圧力を維持できなかったことから、 システムが使用できず、最終的に NBC 防護の要求は取り下げられた。そのため、高高度を飛行する際は、酸素マスクが必須であり、また機内ヒーターについても、外気より10度高くすることができる程度であることから、低体温床にも注意が必要である。胴体仮面の前後に、計2個のカーゴフックを備え、機内に搭載できない貨物類を吊り下げて運搬することができる。 カーアンコフック容量は 4536kg2 である。V-22 は固定翼機の特性を持つ固定翼モード、ヘリコプターの特性を持つ垂直離着陸モード、その中間の転換モードの3つのモードを切り替えて飛行する。中期モード。エンジンナセルは45度程度で固定されている。関西時。ローターと主翼を折りたたんでいる。 同じインターフェースで固定翼機とヘリコプターを操縦することになるため操縦管やスロットルレバーはアフックスを開始対応するモードに合わせた操作として機体に伝達される。ティルトローター機である V-22 の最高速度は 300KN を超える。これは現在米軍が採用している同規模のヘリコプター CH-53E と 比べて実に1 3 0 k n ほど高速である。速度に特化した高速ヘリコプターと比べても1.5倍の速度差であり、シコルスキー社が開発した実験機、シコルスキー2の2 2 5 k n 程度よりも速い。回送時の航続距離は 1940mm あり、空中給油が可能であるためさらに延長できる。これは、 CH-53E の場合近い距離となっている。垂直離着陸をした場合には、航続距離は短くなる。固定翼を併用するために、回転翼だけより、エンジンの単位出力あたり大きな揚力を得られる。また、回転翼機よりも、上昇限度が高い。また、ローターと主翼は、折りたたむことが可能であり空母だけでなく、強襲揚陸艦でも運用できる。 例として、サンアントニオ級ドック型輸送揚陸艦では、ヘリコプター艦艦に4機、格納庫に1機の積載とヘリコプター艦艦から、同時に2機の発着が可能とされている。2007年9月に、イラク配備のための輸送では、ワスプ急強襲揚陸艦、ワスプ20機が積載された。アメリカ国防総省では458機の V-22 を調達することを計画していた。 内訳は、海兵隊用の輸送機メガボルト -22 が360機、アメリカ特殊作戦軍向けの空中突撃用機 CV-22 が50機、海軍向けの戦闘捜索救難、特殊作戦用機 HV-22 が48機であった。特殊作戦軍の調達については、空軍からも予算が支出される。定律初期生産段階では二千年に二回の、 重大な航空事故が発生したものの、それ以降は大きな問題も発生せず、2005年に運用評価を完了した。2005年9月19日に CV-22 量産1号機が空軍に引き渡された。2005年10月28日に国防調達会議は全規模量産の開始を承認した。2007年6月13日に 米海兵隊のメガボルト -22B が初期作戦能力を獲得した。2007年12月からイラク西部の戦闘作戦に初めて参加し、初のヘリボーン作戦は2008年3月18日にメガボルト -263 所属の2機のメガボルト -22B がイラクに置いていった。2009年3月16日に 米空軍の CV-22B が初期作戦能力を獲得した。FI2010 までに216機が調達されている2008年3月28日に結ばれた契約では FI2008 から FI2012 までに167機を104億ドルで調達することが取り決められた。米陸軍は UH-60 と CH-47 で 十分任務を果たせるとして V-22 を採用していない。2015年1月17日、米海軍は C-2 艦上輸送機の後継を V-22 にすると発表。44機の導入を予定している。2016年2月3日には正式名称を CMV-22B と決定した。2018年の生産開始を予定している。 2020年6月10日、通算400機目の V-22 が納入された。この機体は空軍特殊作戦コマンドに所属する CV-22 である。以下に2015年時点の配備状況と配備予定を示す。HMX-1 に配備されている政府用人輸送仕様のオスプレイ、熊本地震支援のため海上自衛隊のヒューガから、 救援物資の積み込みを受ける VMM-265 のオスプレイメガボルト -22B に試乗する日本の政府関係者主権飛行のため離陸するメガボルト -22。前方のヘリは、海時の CH-101 在日米軍の再編で沖縄県議ノ湾市の普天間飛行場の移設に伴う代替施設への配備が計画されていることが 米軍作成資料から明らかになっているが、日本国政府は承知していないとしていた。しかし、2008年4月22日、外務大臣の河村雅彦は、参議院外交防衛委員会で、山内特進議員の質問に対して、配備の可能性があるとの認識を、日本政府として、初めて示した。その後、鳩山幸夫内閣下で、普天間基地移設問題が混乱し、 2014年までの普天間飛行場移設が困難となったため、2011年6月6日、米国防総省は2012年後半に、メガボルト -22 を沖縄県議の安市の米軍普天間飛行場に配備すると正式に発表した。それを受けて2011年6月13日、北沢都市見防衛大臣は沖縄県庁で中井正太知事と会談し、 米軍普天間飛行場へのメガボルト -22 配備を説明した。2012年7月23日にはメガボルト -22B が岩国飛行場に搬入され、9月21日に日本国内初の試験飛行が山口県沖や福岡県沖で行われた。9月27日は日本の政府関係者を乗せて飛行を行った。10月1日に6機、 二日には三機が普天間飛行場に移され、四日午前に訓練飛行が行われた。これに対し、中井正宏た沖縄県知事は、これだけ県民が反対しているものを使い出すのは、非常に無茶な話だと批判した。アメリカ合衆国連邦政府は2015年5月8日、2017年から空軍向けの特殊作戦型 CV-22 を、 横田基地に10機配備する方針を決め、日本政府に伝えた。2017年後半に3機、数年以内にさらに7機を配備する予定であり、2018年4月4日には輸送船で運ばれた最初の5機が横浜港の米軍施設である横浜ノースドックに到着して陸揚げされ、翌日の2018年4月5日に横浜ノースドックから離陸して、 横田基地に到着にしている。この5機は数日で一旦日本を離れて地域の安全保障の訓練を行い、夏頃に横田基地に戻り、正式に配備される予定である。防衛省は2015年10月30日、国際入札により沖縄中流海兵隊のオスプレイの定期整備拠点が千葉県の陸上自衛隊キサラ駐屯地に決まったと発表した。整備は 富士重工業が行い、陸上自衛隊が導入する機体も、同地で共同整備される。2017年1月30日13時10分頃、木更津飛行場に、普天間基地、第262海兵中型ティルトローター飛行隊、所属メガボルト2 2ビオスプレイ1機目が、修理予定で開い。2018年6月25日昼過ぎには同じく、 普天間所属2期目のオスプレイが飛来しているが、1期目が2019年2月まで、整備期間が長引き、同月26日に格納庫外で、試験飛行が確認され、同年3月5日に、木更津から出発が確認された。2021年3月末時点での陸上自衛隊の保有数は5機。日本アメリカ海兵隊が導入したコンテナ型の FTED、 後部の共感席から気象や故障発生をコントロールできる。海上自衛隊では救難機として US-1A を導入していたが、1990年12月に閣議決定したレ3中規模の策定過程で、海人は中規模に直接盛り込む装備とは別に将来構想として当時開発段階にあった。 V-22 を救難機として導入する計画を提案していた。しかし開発の難航により調達の目処が立たないため、US-1A の調達が続けられることとなった。新明和工業では US-1A の近代、回収型として US、US-1A 界の開発に着手し、US-2 として2004年に納入された。 元統合幕僚会議議長の佐久間はじめによれば、海上自衛隊は V-22 を UV-22 として計画しており、航空救難をやる、救難機として導入しようとしていたが、アメリカ海軍での開発が遅れたことが原因で、とても海上自衛隊ではオンハンドできないということになり、佐久間曰く、本当は寿命が終わるはずだった飛行艇 US-1 の 構想に戻すことになった。そのため、海上自衛隊は UV-22 を断念する代わりに US-1A を一気追加購入することになったという。佐久間は V-22 について将来アメリカ海軍が本当に自運用して安定した運用をするようになると海上自衛隊ももう一度注目しなきゃいけないと述べている。防衛省は 平成25年度予算案にオスプレイ調査費を計上し、災害救援や輸送など自衛隊の活動目的に照らすとともに立党対処に対する運用を研究することとなった。日本国内での取り扱いは、三井物産エアロスペース株式会社が担当している。日本の導入価格は2012年12月時点で1期あたり約100億円と見られていた。2015年5月5日、 アメリカ合衆国国務省が17機の V-22B ブロック C 及びエンジンや赤外線、前方監視装置、ミサイル警報装置各40機と乗員の訓練費用を含む推定30億ドル分の装備を日本に売却することを承認し、同年7月14日、平成27年度予算分の最初の5機を3億3250万ドルで購入することに、 日本が合意したと発表した。これはアメリカ以外への初めて導入であり、対外優勝軍事援助による販売も初となる。2015年12月24日、平成28年度予算案にてオスプレイの残り12機分を1321億円で一括、購入する案が見送られた。2016年12月2日、防衛省は、 陸上自衛隊が導入する予定の V-22 について国内での修理にかかる技術援助契約を締結する修理事業者を富士中工業に決定したと発表した2017年8月26日テキサス州アマリノにあるベルヘリコプター社の施設内において日本向け初号機が地上でのエンジンテストが行われているのが確認されている機体には 日本向けのカモフラージュ塗装を施している。救難機ではなく汎用輸送機として陸上自衛隊が運用する。佐賀空港に新規の中機場を開設する予定だったが、用地取得の遅れや自衛隊機の事故で地元との調整が滞っているため木更津中ト地に暫定配備する予定。フライトシミュレータはアメリカ海兵隊が導入したコンテナ型の 飛行訓練装置を採用するとした。同様装置を搭載した模擬飛行装置よりも10億円ほど安く移動可能なため暫定配備した木更津中ト地から佐賀空港へ移設する際にも有利とされる。2018年12月21日、防衛省は V-22 の教育訓練を2019年3月から2020年5月までの アイラアメリカノースカロライナ州のニューリバー海兵隊航空基地で行うことを発表した。2019年7月に公開された日本向けの機体は上面が灰色、仮面が白の二色迷彩となっている。2020年3月26日、V-22 と CH-47JJA を運用する部隊として第1ヘリコプター団に輸送航空隊が新編された。 本部と V-22 の部隊は前日の木更津駐屯地にて編成された。岩国基地へ輸送中のオスプレイ2020年5月8日、アメリカ海兵隊は日本向けのオスプレイが岩国基地に到着したと発表した。2020年7月10日、陸上自衛隊用 V-22 の1機目が木更津駐屯地に到着し、輸送航空隊に配備された。 7月16日には2期目が到着した。アラブ首長国連邦遭難救助機としての採用を検討していたが、UAE はアグスタウェストランド社のオータムウィンター609を選択 V-22 の採用は見送られた。イスラエル・イスラエル政府は現在導入が決定している CH-53K と共に特殊作戦及び遭難救助能力強化のため、 V-22 数機を導入することに強い関心を示している。カナダ遭難救助機としてのトライアルのため、ボーイング社から2機を供与されている。インド海軍が現在建造中の空母、ビクラントでの運用を想定して、ボーイング社とアメリカ海兵隊主催の実機を用いた説明会に参加した。現在運用中のカマイナス31、早期警戒ヘリコプターの後継機として、 取得を検討している。インドネシア2020年7月6日、アメリカ国務省はインドネシアへ、メガボルト -22B ブロック CO スプレー発揮の FMS による輸出を承認した。機体や予備の部品、サポートなども含めて、総額で約20億ドルの契約となる。この発揮は、インドネシア陸軍に配備され、当初の多い同国での様々な作戦に用いられる。 ことになる。ただしこの承認はあくまでもアメリカ側の手続きであり、実際にインドネシア軍に導入されるかは今後の交渉次第となる。2019年10月初旬の時点においてアメリカ海兵隊、空軍及び海軍が合計375機を保有しており、その総飛行時間は50万時間を超えている。2007年7月10日、 イギリス海軍の空母イラストリアスへの着艦を行った。これはアメリカ以外の国の艦船への初めての着艦となった。2008年イラク派遣中の第162海兵中型ティルトローター飛行隊のメガボルト -222019 年カリフォルニア州29パームス海兵隊空陸戦センターの近郊で メガボルトマイナス -22 から後期する海兵隊員教習用陸艦から離陸するメガボルトマイナス -222007 年9月17日教習用陸艦ワスプが第263海兵中型キルトローター飛行隊の10機を搭載しイラクに向けて出航した派遣された機体は2007年10月からイラクの自由作戦に参加しイラクのアンバール県において奇襲 強襲作戦、偵察、用人輸送、物資空輸、患者構想、救難活動などを行った。2009年4月までの間の出撃回数は6000回以上、飛行時間は約1万時間、輸送人員は4500名以上、運搬した資機材は約998トン以上に上った。この間に携帯対空火器や消火器による攻撃を、 複数回にわたって受けたものの、一機も失われることがなかった。2009年11月、第261、海兵中型ティルトローター飛行隊がアフガニスタンに派遣され、普及の自由作戦に参加した。2014年までに、この作戦に参加した機体の総飛行時間は14000飛行時間を超え、148000人以上の、 自民と500万ポンド以上の貨物を空輸した。2009年12月4日、コブラの怒り作戦において、初めての攻撃戦闘任務を遂行した。CH-53E と共に1000名のアメリカ海兵隊及び150名のアフガニスタン軍兵士をアフガニスタン南部のヘルマンド州、ナウザットバレーまで空輸し、タリバンの作戦遂行を阻止した。2010年1月、 ハイチ地震の発生に際し、ハイチに派遣され、統合対処作戦に参加した。この作戦に参加した機体は、370km を超える長距離の物資空輸、492名に及ぶ、要員の人員空輸、各施設間の任務、警備要員の人員空輸、水や、約6トンの食料と薬品の物資空輸などの任務を遂行した。二千十一年三月、 オデッセイの夜明け作戦において、強襲揚陸艦、キアサージから飛び立った2機が、墜落したアメリカ空軍の F-15E 戦闘機のパイロットを救助した。2011年5月2日、ネプチューンスピア作戦が終了した後、国際テロ組織、アルカーイダの創立者であるウサーマビン・ラーディンの遺体を、アラビア海の空母カールビンソンまで空輸した。2013年6月14日、 カルフォルニア州の沖合で海上自衛隊の護衛艦ヒューガに着艦した。日本の艦船に着艦したのはこれが最初である。2013年8月11日、第1海兵ヘリコプター飛行隊に所属する2機がケープコット沿岸警備隊航空基地からマサチューセッツ州のマーサズビニアード島までシークレットサービス、ホワイトハウスのスタッフ及び記者を初めて空輸した。 2013年8月2日から5日にかけて2機が空中給油を行いながらこれまでで最も遠い目的地まで移動した2機の KC-130 空中給油機と一緒に沖縄県の普天間海兵隊航空基地から離陸し8月2日にフィリピンのクラーク空軍基地まで8月3日にオーストラリアのダーウィンまで8月4日に オーストラリアのタウンズビルまで飛行して8月5日に目的地である強襲揚陸艦ボノムリシャールに着艦した2013年台風廃案による被害の発生に伴い第3海兵機動展開旅団の12機がフィリピンに派遣され災害派遣活動を行った2014年1月フランスの強襲揚陸艦に着艦したフランスの艦船に着艦したのは これが最初である。2014年、リベリアにおけるエボラ出血熱の流行に際し、危機対応特別目的海兵区一任務部隊、災害派遣アフリカが、1200名の人員と78000万 8, ポンドの貨物を空輸するなどの緊急支援活動を行った。2015年3月26日、韓国の揚陸艦独当に着艦した。韓国の感染に着艦したのは、 これが最初である。2017年1月、イエメンにおけるヤクラ襲撃に際し、2機が地上部隊救出作戦に参加した。1機がエンジンの不具合により、ハードランディングし、2名の搭乗員が負傷した。機体は爆撃により破壊された。2018年12月、メラニアトランプをアナコスティアボリング統合基地からラングレイ・ユースティス統合基地を経由して、 空母ジョージ HW ブッシュまで空輸した。これは、ファーストレデンによる初めての登場になった。ニューメキシコ州ホローマン空軍基地に着陸する2機の CV-222007 年10月4日、カートランド空軍基地から離陸し、捜索救難活動を行った。これは、初めての人任務となった。2008年11月、フリントロック演習を支援するため、 第8特殊作戦飛行隊の4機がマリに派遣された。これは初めての海外派遣となった。この派遣は自己展開により行われ、フロリダ州のハルバート飛行場からマリ共和国のバマコまでの約9 8 0 0トルを空中給油を行いながら無着陸飛行した。派遣された機体は多国間訓練における軌道、輸送手段として用いられた。 その主要な任務は、各国の特殊作戦部隊を潜入及びて収させるための長距離空輸任務であった。2009年6月、ホンジュラスにおいて、第8特殊作戦飛行隊が4万3千ポンドの人道支援物資を孤立した村落まで空輸した。2013年12月21日、クーデター未遂事件が発生していた南スーダンロボルにおいて、3期編隊で、 アメリカの民間人を救出しようとしたところ、消火器による射撃を受け、被弾した。編隊は任務を中止した後、500ミ離れたウガンダのエンテベに向かった。3機の機体は合計119発の銃弾に被弾し、4名の搭乗員が負傷し、操縦系統及び油圧系統が損傷するとともに燃料漏れを発生していた。漏れた燃料を補うため、 複数回の空中給油を行いながら飛行した。この事件の後、空軍特殊作戦部隊は、オプションで装着できる走行フロアパネルを開発した。2014年7月3日、デルタフォースを愛セる過激派が、アメリカ人などの人質を拘束していたシリア東部のキャンプまで空輸した。過激派の相当には成功したが、人質はすでに別な場所へ移されてしまっていた。 パターンに着艦するメガボルト -22B 飛行中の CV-22CMV-22B メガボルト2 2三面積みが垂直離着陸モード左が固定翼モード事故に関しては V-22 の事故を参照操縦系統が三重化されるなど強固な安全対策が施されているがアビオニクスの操作量が増えるためパイロットの訓練に 時間がかかるという意見もある。試作段階ベルがティルトローター機の研究をスタートした時点では、先例がなく、研究成果のほとんどはベルが行っていた研究と、開発過程で得られたデータを元にしている。研究のスタートから60年近くが経過し V-22 の量産が始まった時点でも、他社のティルトローター機は試験、研究段階にとどまっており、 初の民間機であるオータムウィンター609モベルが V-22 の開発により得られた成果で完成している。オータムウィンター609が登場するまで民間機としての申請もないため連邦航空局はティルトローターやティルトウィングなどの転換式航空機の区分を明確にしていなかったが V-22 の量産が決定された1997年に パワードリフトというカテゴリーを設置した。なおこの基準は、軍用機には適用されないため、V-22 の運用には直接関係しないが、V-22 が民間空港や軍民共用の飛行場を利用する際には、完成からパワードリフトとして扱われる。飛行中に3種の操縦方式を切り替えるという、パイロットにとって経験のない機種であったため、試作段階では、 事故が多発し、タイム氏は2007年10月8日号において、同期を空飛ぶ端と紹介した。量産開始後在日米軍基地に配備が予定されているアメリカ海兵隊所属のメガボルト -22 の10万時間あたりの平均事故率は2012年4月11日の事故後に1.93となっている。事故前は1.12であり、いずれも 米海兵隊所属の飛行機平均の2.45を大きく下回っていた。配備期間の短さを考慮する必要はあるものの、現在、メガボルト -22 の事故率はヘリコプターより、低いの事故率は4.15である。しかし、事故率は年々上昇し、2011年10月から2016年9月における10万、飛行時間あたりのクラス A 事故率はで、 あり、同時期の米海兵隊航空機全体のクラス A 事故率平均値2.83を上回っていることが各社より報道された。これを受けて、日本政府も2017年10月30日、菅義偉官房長官が記者会見し、事故率はあくまで目安としながらも、これまで事故率が低いとの強調から、軌道修正と取れる発言を行った。 アメリカ空軍向けの特殊作戦型である CV-22 の事故率は2012年6月15日の時点で13.47でメガボルト -22 よりかなり高いものの同種の任務に使われるヘリコプターメガヘルツ -53 ペーブローの10年間平均の事故率が12.34でありこれと比べて CV-22 の事故率が特段に高いとは言えない また、CV-22 は前述の通り特殊作戦型であり、危険な任務に就くことが多いためメガボルト -22 と比較して、事故率が高いのは当然であると言える。なお、当初 CV-22 は在日米軍基地に配備される予定はなかったが、2015年5月8日に横田基地に配備される方針が、米政府から日本政府に伝えられた。 その際、米政府は、第一候補として、沖縄カデナ基地を想定していたが、海兵隊普天間基地移転問題や同基地に配備されている、系列キメガボルト -22 以外に同県にこれ、以上の負担をかけられないとする日本政府との協議で、横田基地に落ち着いたとされている。また、V-22 自体が、対空照明が取得できないため、 民間機としては飛行できないという報道もあるが、そもそも計画当初から民間用に販売する予定がないため対空証明などを取得する必要がない。なお、オスプレイの開発経験をもとに、ベル社がアグスタウェストランド社と合弁で開発に着手した BA609 は FAA の形式証明を取得し、民間向けに販売する予定である。輸送 v で、 イラク視察を行うバラク・オバマ2008年7月22日、次期大統領候補のバラク・オバマ上院議員が、イラク電撃訪問の際に登場した。アメリカが衆国大統領を輸送する専用ヘリコプターである、マリーン1として用いられている、VH-3 の後継機として、A-101、S-92 などとともに、v、V-22 も候補に挙げられた。 後継機には A101 の派生型 VH-71 の採用が決定したが、その後予算超過を理由として VH-71 の調達計画はキャンセルされた。ボーイングでは仕切り直しとなったマリーンワン後継機の選定に V-22 を再度提案すると報道されたが、2014年5月7日、 S-92 の派生型 VH-92 が採用された。2012年、大統領に随行するホワイトハウスのスタッフや報道陣を登場させる輸送機として利用されることが決定した。2013年8月10日、大統領専用機使用のオスプレイによる随行要員輸送が実際の運用として行われた。二千十八年十二月十二日、 メラニア・トランプ大統領夫人が、米海軍の原子力空母、ジョージ・ HW ・ブッシュを訪問する際に登場した。オートローテーション回転翼モードで飛行中に、両方のエンジンが停止した場合、技術的には、オートローテーションを行うことが可能であるが、安全に着陸することは困難である。2005年、アメリカ国防省のある試験機関の交換は、1600フィート以下の高度で、 オバリング中にローターの駆動力を喪失した場合、機体を損傷せずに着陸できる可能性は低いと語っている。ただし、ある V-22 パイロットは、そういった場合でも固定翼モードに転換して C-130 と同じように滑空着陸を行うことができると述べている。また、連結駆動シャフトにより、片方のエンジンで両方のプロップローターを駆動する。 ことが可能であり、片方のエンジンが停止しただけでは、ローターの駆動力が失われないようになっている。ボルテックスリングステート1992年に発生した死亡事故は、ボルテックスリングステートが原因であった。政府説明責任局は、その報告書において、この機体は、ボルテックスリングステートに陥った場合の対応が困難であると述べた。また、 ボルテックスリングステートに関する試験の一部が実施されていなかったことも指摘した。ただし、その後実施された飛行試験により、通常のヘリコプターよりもボルテックスリングステートに入りにくいことが判明している。また、パイロットがボルテックスリングステートを認識し、それから回復するために必要な訓練が実施されており、かつ、ボルテックスリングステートを回避するための 運用限界が設定され、その状態に近づいたことを警告する機器の導入も行われている。下北へ着艦したメガボルト -22B。22 B 移動式体熱板を使用しているいずれにせよ、政府としては過去に火災が発生していることから、米国政府に対して、我が国においてメガボルト -22 を運用する場合はパイロットに、 義務付けられている排気デフレクタの作動確認及び、同装置の継続監視の遵守を徹底する、こと排気デフレクタを含めた機体システムに故障などが発生しないよう確実な整備を行う、こと着陸している時間を制限することなどといった運用措置、手順を追求することにより、排気ガスによる火災発生のリスクのさらなる低減を図り、安全な運用の確保に万全を期すよう、 しっかりと申し入れてまいりたい。市川康夫防衛大臣、防防備、第15061号23.12、19、メガボルト -22 オスプレイ配備について2010年、ジャーナリストの田岡俊二は、エンジン出力の大きさから、V-22 は、海兵隊の CH-46、輸送ヘリコプターより騒音が大きいと主張していたが、 調査では垂直離着陸モードで同程度を固定翼モードでは V-22 の方が若干低いという結果が出た2016年10月に防衛省が木更津駐屯地で行った陸上自衛隊の CH-47JA 輸送ヘリコプターとの比較では飛行中の騒音はすべてメガボルト -22 の方が低い一方でホバリング中の 近距離での騒音はメガボルト -22 が上回っていた。事故の危険性などを理由として、日本国内の米軍基地や自衛隊駐屯地への配備中止を求めるデモ活動が配備先などにおいて行われている。V-22 などのティルトローター機は見た目にも明快にヘリコプターの進化系とも取れる形状であるため、特に近未来を描いたフィクション作品などでは、 V-22 よびそれをモデルにした架空機体が描写されることが多い。以下は V-22 そのものとして登場した作品を挙げている。ありがとうございます。